熊本県立八代中学校、高等学校は、熊本県八代市長碇町にある公立、中学校、高等学校。略称は、八高。1896年に開校した、熊本県尋常中学祭最高八代分校と1902年に開校した、八代高等女学校を前身としている。この2校が、戦後の1949年に統合され、現校名となった。2011年に創立115周年を迎えた。2009年に中学校を新設し、中高一貫教育を開始した。全日制家庭普通科から、ほとんどの生徒が国立大学をはじめとする上級学校への進学を目指している。志を高く持ち、自ら学ぶ生徒の育成心身ともにたくましく、豊かな人間性を備えた魅力ある生徒の育成他者への思いやりを大切にし、社会へ貢献できる生徒の育成高等学校の校章は、旧制中学校時代のものを継承。山桜と朝日の絵を背景に、中央に校の文字を置いている。新設された中学校の校章は中央に、中の文字を置いており、旧制中学時代の校章とほぼ同じものになっている。なお、これとは別に、中高一貫のシンボルマークが、八代高等学校の生徒のデザインで制定された。鳳凰の雛をモチーフにして、8台の頭文字 Y の形を表している。タイトルは、同。作詞は、高次仁。作曲は、林光による。3番まであり、校名は歌詞に登場しない。旧制中学校の校歌は継承されず、1957年11月に新しく制定された。また校歌とは別に、八高生徒課がある。八高同窓会と称している。関東、関西、岡山、大分、山口県、福岡等に支部を置く。3学期制。ありがとうございます。